えー、リアイズニュースの編集を務めています、川名と申します。え本日は教育組織一般社団法人学びラボの代表理事であり、え受講生3万人超えの 3DCG の講師を務めております、梅原正久様にお話をお伺いしたいと思います。はい、本日ですねすえ、貴重なお時間を作っていただきまして、誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。 えー、背景のバーチャル背景があとてもかわいいですねあ。ありがとうございます。お会いしてるコミュニティのメンバーに書いてもらいました。ああ、えーね、どんなコミュニティなのかっていうのもちょっと、ね、お話、えー、聞かせていただければなと思います。ではですね、えー、早速質問の方入っていきたいと思うんですがあ、梅原様が描かれている夢やビジョンをお聞かせいただけますでしょうか。 はい、ありがとうございます。えっと、学びラボっていう組織をあの作ってですね、えー、活動してるんですけど、はい、組織の理念みたいなものがありまして、はい、スローガンですね。それが創造の力でみんなを元気にするっていうスローガンです。で、まあ、これにも関係してるんですけど、まあ、ビジョンというか、私の夢はあ、日本人全員クリエイターにするって簡単に言ってます。はいまあ、クリエイターっていうのはなんか 多分イメージしてるものとはもうちょっとなんか優しいものでんか作るのって楽しいよねって自分の手を動かして何かするのって楽しいよねっていう人を日本中にたくさん増やしたいなっていうか全員そう思えるようなあ活動したいなと思ってはい今もいろんなことをやっています日本人が全員クリエイターになったらどんな社会になるとかなんか んな感じでまあなんか単純にあの作,作るの頼もしいよねっていう人がいれば、まあ、もしかしたらそれは生産性が高いとか、うん、そういうこともあるのかもしれないんですけど、うん、なんかそれ以前にその人生楽しいなっていう人が増えてくれるんじゃないかなと思っていてだから想像の力でみんなを元気にするって着地してるんですよね。<ー> 生産性を上げるぞとか業務改革だとかそういうことじゃなくて単純に楽しいことなのでなんかその自分のこうクリエイター的な趣味を持つとかそうやってこう人生に彩りができて楽しくなっていくといいなってまあそれがなんか仕事につながったりとか仲間に仲間づくりにつながったりとかすると思うんですけどなんかこうより幸せにというか豊かに暮らせるような ああことにつながっていくといいなと思ってますね。うん、いやー、素晴らしいですね。先生はみんな元気がなくなったって言ったら、ね、なんか何のために先生はあげてるのかってね。あ、そうです、そうです。ありがとうございます。ではですね、えー、そういった夢やビジョンをこう具現化していくのに、現在どのような目標や計画っていうのを立てておられるんでしょうか。えっとですね、やっぱりその 人が主役なので、はいえー、人と関わる事業というか活動っていうのを、まあ、たくさんしています。はい、で、えっ、ー、と、目標としては、まあ、こういったその作ること楽しいよねって伝えられる人たちを全国にこう、はい、なんかこう、なんていうの、地域ごとにそういう人たちを生み出していくっていうのがまあ目標でですね。はいであの そういう人たちと二人三脚でやっていきたいのでコミュニティを作ってはい、はい、人の集まりを作ってコミュニティを作ってその人たちとその人たちがいる地域になんかこういうことやったら楽しいよみたいなワークショップやったりとか、うん、子どもたちとなんかものづくりしてみませんかっていうイベントをやったりとか、はいはい、それをこう本当に全国の人たちとつながって、うん、はいコミュニティはオンラインでやってるので全然違うあの九州の人と、はい 連絡取り合って九州でイベントやったりとか<ー>北海道でイベントやったりとかって今までもやってきたんですね<ー>そういうこうせっかくインターネットがあってオンラインでつながれる時代なので<ー>そこでつながってちゃんとオフラインのその地域に活動を落としていくっていうことを計画して今はやっていますオンラインからオフラインっていうそうですね クリエイターを育てるクリエイターっていうのはまたするのしかもコミュニティとかすごい力がありそうですね。あの元気な人がやっぱ多いと思いますし、うん、それはなんかその作る楽しさ知ってるからそういうの伝えたいなっていう気持ちが元気にしてるよねって思ってますね。うんうん、ではですねそういった夢やビジョンを持った、えー、きっかけとか あその中でのお出会いとか、その中でどういったこう発見が、あ,あごめんなさい、間違えました、えー、っとそもそもそういったあ夢やビジョンを具現化していくのに、現在、どんなに活動指針を持って、うん、どんなに活動をされておられるでしょうか、まあ、活動指針っていうのは、はい、まあなんかその、作ることがベースなんで、そのまあ、具体的なあ活動を主役になってやるっていうことですね。 なんか今情報あふれてるんで、うんえー、なんか勉強するっていうことで終わらないで、えー、自分たちが主役になってこう作る活動をこう届けていくってことをまあやっています。なのでこう主役になるっていうのがすごい大事な指針で、えー、私がなんかこうあっちだとか言ってやるんじゃなくて、うん、まあそれぞれが主役になってやっていくようなあ工夫っていうのをコミュニティの中でも、うん まあしていますで基本的な活動っていうと本当にいろんなことやってるんですけど、まあ、学校に行って子どもたちに授業したりとか、まあ、企業さんとコラボして地域の子どもたちにイベントごとやったりとか、うん、あとはあのオンラインで、えー、スクールというかあ習い事をこう開講してそこで子どもたちと一緒に学んだりとかそれも全部全部こう作るっていうのをキーワードに あいろんな活動をしていますね。うん。なんかその一人一人がこうあの主役っていうことをすごく代入されているっていうことだったと思うんですけど、あの意思決定するときとかっていうのは結構そんこうスムーズにいくもんなんでしょうかね。あのスムーズにはいかないです。なんで<の>えっと経験ある人がサポートして、はい。 でも最後は意思決定をしてもらうっていうようにしてますね。うん、この辺はこう主体性を持って。そうです。うん、まあ主体性っていうか、その。やらなきゃいけないっていう、普通にあの全力でサポートしてるんですけど。はい。やっぱりなんかその、こういうことをや。やりたいっていう気持ちが大事なんで。うん、えっと。その中には。こうやろうって決めることも含まれてると思うんですね。 やりたいっていう気持ちには<ー>それだけじゃまだ価値がなくて、うん、ちゃんとそれをこうどういう形でやるんだってこう決めていくっていうのが主体的になって主人公になって全国で子どもたちに活動を届けていくときにまあ大事かなと思うんですけどなかなかそうは言っても難しいっていうのはすごく分かってるんでだからこそコミュニティがあるんですよね。 うんうん、毎日相談をしてじゃあこうしようか<ー>どう思いますかみたいなやり取りをして実際に地域にそういうイベントごとやったりとかっていうことをこう届けていけてるのかなというふうに思いますね、うん、だからコミュニティがすごい大事なんですねそうですね仕事の関係とか以上にちゃんと会話ができるこう関係性がやっぱないといけないのでうん,うん すすすごごく大事だとと思いいままねなるほどありがとうございます、えー、ではですね、えー、そういった夢やビジョンを持った出会いとかその中での気づきとか発見といのはどういったものが私自身がこういうことをやろうと思ったきっかけっていうのは、はい、あの私自身がそんなにその作ることの楽しさって言ってるんですけど昔そんなにそう思ってなくて。はい あとはなんかこう、うん、私自身はさっきあのご紹介いただいたんですけど 3DCG を3万人に教えているんですけど、うん、出会ったの30代入ったあたりからっていうんでなんか数年前なんですね、うんはい、で私としてはその全く違う業界で自動車とか半導体とかそっちの工学系の人間だったところから急に 3DCG ってどっちかっていうとエンタメとかそういうこう なんかビジュアルが大事ななものんか使うソフトも全然違ったりとか考え方も全然違う世界に触れて<ー>おなんだ面白いぞみたいな全く知らない世界がそこに広がっていて、えー、そこでそういう、まあ、ツールというかテクノロジーとの出会いがあってな,、ね、でなんかこうすごい楽しかったんですけどすごくこれ面白すぎると思っていっぱい勉強したんですけど。 まあ、そこそこな年齢になってるともう人生のレールって変えられないじゃないですか。はい、変えられなくてこんなに作るの楽しいのに、うん、なんでこの年齢で出会っちゃったんだろうなってすごい悔しかったですね。<ー>それがきっかけでじゃあなんかいろ世の中には作るって言ってもいろんな作るがあるから、うん、それをもっと子どもたちに早いうちに知ってほしいなと思って。うん いろ、うん、んな仕事あるじゃないですか世の中っていろ<ー>んな、ねうん、あの分野があって仕事があって、うん、でほとんどはそのうちのわかんないですけどスーパーぐらいしか知らないでその中から選んだりするわけですよねた<ー>またまスマホに出てきた仕事を選んじゃったりするみたいな話すごく狭いと思うんですよ。そそれを個人が悪いとかかかじゃなななくてののなかなかの世の中の 私だって全ての仕事知らないですしなんかそういうことを子どもたちに届けられる存在必要じゃないかなって思ったのがあきっかけですね自分が出会うの遅すぎちゃったんですごい落ち込んでもう仕事変えられないじゃんって思って、うんうん、で今はその仕事をしてるんですけど、はい、仕事をこの本なんていうのレールを変える12<ー>年間って地獄だったんですね。 あこんな地獄だ別に味わわなくていいよなって思ってそういうなんかその発見というか、うんうん、いやなんかこれ違うよなっていう気づきというかがあってじゃあ子どもたちに作る楽しさを届けよう届けようと思った時に多分届けられるのは私一人じゃないなって思って、うんうん、絶対みんな大人で大人,大人も千差万別いっぱい。 いろんな仕事をしてるわけだから私はこういう仕事してるよみたいな僕、うん、はこういう人生でこういう仕事を結果してるんだよねみたいな大人がいっぱいいれば子供たちもあこういう人生あるんだとかこういう人生あるんだとか、うん、この人生大変そうとかわ <laughs> かんないですけど <laughs> そういうのを感じ取ってもらえるはずだろうと。な、うん、ら1人でやるんじゃなくてコミュニティが必要だったしそこには作る楽しさっていうなんか 絶対的に私の中の自信というか、これを届ければ子どもたちはワクワクしてくれるはずだっていう、自分の実体験があったっていうことですね。いや、すごい出会いでしたね。そうですね。いや、でも私はだから、かなり落ち込みましたね。<ー>普通は,は楽しいで終われると思うんですけど、はい、な,な,なんでだって思いましたね。<laughs> 出会うの遅すぎると思って。 ちなみにその工学から 3D のところで何かきっかけがこえたんですかたまたま。きっかけはやっぱありまして、はい、えっと工学系だとやっぱ CAD って言われるその製品設計のツールを使ってるんです、はい、パソコンの中で物作りはしてるんですけど、はい、まあ寸法とか決めてカチカチ物作っていくんですよね、はいで。そういう中で 3DCG ってどっちかっていうと演出よりだってアニ,アニメを作ったりとか、はい、演出をするみたいなものがた、まあ、けていて。はい でその会社の中で、えー、何かそのきっちり製品を作るっていうよりも誰かにプレゼンして伝えなきゃいけないっていうシチュエーションの時に指示のツールを使ったりしたんですよね。はい、そしたらまあ受けがいいわけですよね。受けが良くてなんかこれ分かりやすいねってなって、はい、で会社でオンリーワンの存在になれ,なれるなみたいな。 要は業界の違うところから違うあ他の業界で当たり前のテクノロジーを違う業界に持ってくると、うん、それいいねってな,なるっていうのが分かって、うん、これ普通に仕事に使えるなってところから入りました、うん、そしたら仕事動向以前にそもそも 3DCG っていうもの自体が面白すぎるってことに気づいたっていう流れですねなるほど、えー、とすごい出会いですね <laughs> そうですねたたまたまあの あの同僚がそのツールを触ってて、はい、何それってところから <laughs> その同僚は別になんかそのままたまたま遊んでたらしいんですけどその後私がはまっちゃったっていうですね。<ー>はい、<laughs> なんか運命の出会いとしかちょっと思えないですね <laughs>。そうそうですね運命の出会いだったのかもしれないですね。あではですねそういったあの出会いや発見のさらにこう背景にどういったことが。 終わりだったんでしょうか。うん、なんか多分ですね。はい、その、まあ運命の出会いだったと思うんですけど。はい。じゃあ、そのツールに出会った人たちってたくさんいると思うんですよね。うんうん、なんで私がそこにビビッと来て、やったんだろうっていうと。はい、そういうアンテナが立ってたからなんですけど。うんうん、やっぱりその。どこかで、ええー。まあ普通に勉強をして。 大大学学行ってててて院でで研究ししし就職してでで仕事してたんですよ、ね、もう本当に普通のルートというか何が普通っていうのもないんですけどでもなんかその好きなことっていうより、まあ、得意なことというかできることで仕事してたって感じなんですよ。もう,もう好きで好きでもうこれを仕事にしてるんですっていうんじゃなくて、まあ、勉強したし勉強したものを生かしたいからこういう仕事しとこうみたいな。 で別に特段困ってないっていう感じだったんですね。だけどなんか心燃えてないな。なんかできることをやってるだけなんで、あ<ー>一生懸命やってるんですけど、なんか多分どっか心のピースが一個足りなくて、で、その頃ずっと考えてたことが、はい、あライフワーク探したいって思ってたんですよ。なんか今やってる仕事はライスワークだって。 ご飯食べるるために責任持ってやっててやんだ、うん、だけどなんか自分がその最後の一ピースですよねもうワクワクしててしょうがなくてやりたくてしょうがないような趣味と仕事の境目がないようなライフワーク欲しいと思って、うん、まあいろんななんか本読んで勉強したりとか自分自問自答してみたりとかあのすごくしていた時期だったんですねそういう中で何か新しいものに出会って あこれ自分の心をかなり揺さぶってるなみたいなこれがもしかしたら運命の出会いなのかもしれないって思ったんですねただそれは CG のクリエイターになるって意味じゃなくて経験的にその学生の子とかずっと塾の講師のアルバイトとかをもう6年間ずっとやってたりとかしたんで、はい、なんか教えることがすごく好きだったっていうこともあってうん、うん、その CG というテクノロジーの魅力 その作るっていう楽しさあとはその出会うの遅すぎたっていう後悔あとはそのなんか教えるっていうことの楽しさを知ってるっていうのを全部掛け算してじゃあ先生自分が先生になればいいしみんなを先生にしたりみんなをその楽しさのこう伝道者にして育てていけばこれみんなに広げられるんじゃないか大きな意味で教えるというか学び合うコミュニティ作れるんじゃないかな うんでなんかその時に今もあの自分でパソコンを20代クリエイターパソコンを20代買って、うん、それを自分でスーツケースに入れていろんなとこ飛び回ってパカッて子供たちの前にこれ私の PC って言ってやってるんですよ。それはなんかそれが私にとって今はもちろん仕事でもあるんですけどライフワークなんですよね。うん 子どもたちのところにパソコンを持って行って、うん、こういうのあるよ、こういう世界もあるよ、こういう人もいるよ、みたいなことをこう話しながら回るっていうのが、多分私にとってのすごく生きがいになっている。うん。で、そういう、まあ、そういうことを探してる時だったんで、その 3DCG という世界が。 まあ私にとってすごく特別になったんだなっていうのを思ってます、うん、ちなみにあのそのライスワークからライフワークっていうふうにしてお話があったと思うんですけど、うん、そういうのはあのなん,なんていうんですかね学生の頃とかっていうのもあのなんかこうすごいすいろんなことに こう情熱を持ってこうわーってなんか楽しんでる人とかっているじゃないですか。いますね。なんからそういう人みたいうらやましいなとか思ったりとかしてたんですかああうらやましいなって思っていたっていう記憶はあんまないですけど。はいえっと、当時はだからその 塾で教えるという仕事がすごく楽しくてよくよく思い出せばめちゃくちゃ情熱を持ってたんですよねでも所詮アルバイトじゃないですか頭の中で所詮アルバイトと思ってて一方で大学で勉強してることはめちゃくちゃ好きなわけじゃないけど仕事にしようと思ってるんですよねなんかこのちぐはぐ分かりますかめちゃくちゃ楽しいことは言うてアルバイトですみたいなだけど大学で勉強してること すごい専門的なことを勉強してるし勉強すればできるようになるんだけどめちゃくちゃ面白くてたまんねえってなってるかっていうとそうではないみたいなそういうのは感じながらなんか他人と比べるじゃないですけど自分のなんかその微妙な <laughs> さっき言ったこうピースのズレみたいな無理やりはめてる <laughs> 社会で生きていくためにはなんかこんなもんだろうとか思って生きてたかなと思いますねうん。 あそのの最後のワンピピースがピタッとなんか来たみたみいなそうですねっ無理やりはめてて社会に出たんですけどちょっと遅めにほ本物のピースが来ちゃって <laughs> グラ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 みたいな <laughs> おこれじゃなかったっていうでやっぱピースの入れ替えって大変なんですね <laughs> いろんなものをこう一回犠牲にしたりもしましたし大変な思いもしました その辺のこう苦労話とかっていうのも、はい、多分いろんなところでお話しされているあ,あ、そうですね。あのはい、のノートってあの記事が書ける、ブロガーが書けるサービスとかで2万字ぐらいで書いたことがあります。<laughs> ぜひあのそういったどあのお話しされ、はいはい、たい方はじゃあノートの方もご覧になっていただければと思います。すね、ぜひご覧になっていただけると。そうです、ね じゃ今日はあのこれで、えー、終了したいと思います。本当ですね、はい、貴重なお話とね、えー、お時間ですね、えー、ありがとうございました。こちらこそですお時間いただきありがとうございます。